西村康国務大臣経済財政政策担当大臣として、我が国経済の現状と課題、政策運営の基本的考え方について、所信を申し述べます。2020年の日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、大変厳しい状況となりました。 4、5月には緊急事態宣言のもと、経済を広く人為的に止めたことで、戦後最大の落ち込みを経験しました。その後は、各種政策の効果や海外経済の改善もあり、持ち直しの動きが続いていますが、経済は依然としてコロナ前の水準を下回っており、回復は道半ばです。特に最近の感染拡大による経済の下振れリスクに十分な注意が必要です。政府は 今月11都府県を対象とする緊急事態宣言を発出したところですが今回の緊急事態宣言においてはこれまでの経験知見や専門家の分析を踏まえ感染リスクの高い場面に効果的な対策を徹底します合わせて昨年春の経験も踏まえいわゆるエッセンシャルワーカーの方々には配慮しつつテレワークにより出勤者数の7割削減不要不急の外出自粛など 国民の皆様にご協力をお願いして、何としても感染拡大を抑えることを最優先に対応してまいります。この難局を国民一体となって乗り越えるため、これらの措置によって厳しい影響を受ける方々には、協力金の拡充など、予備費の活用も含めた支援策を講じてまいります。また、対策の実効性を高めるため、新型インフルエンザ等対策特別措置法など、関連法改正について、 幅広い関係者の意見を聞きながら早期に国会に提出します引き続き国民の皆様のご理解共感をいただけるよう適切な情報発信をしながら感染対策に全力で取り組みます政府は昨年12月決してデフレには戻さないとの強い決意で財政支出40.0兆円程度事業規模73.6兆円程度の国民の命と暮らしを守る 安心と希望ののたための総合経済対策を閣議決定しましま医療提供体制のさらなる強化や、ワクチン接種体制の整備など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に全力を挙げると,とともに、感染症の厳しい影響に対し、雇用と生活をしっかり守ること、同時に成長分野への民間投資を呼び込みながら、民主主導の成長軌道の実現につなげること、という2つの視点のもと、 予算、規制、税制といったあらゆる政策手段を総動員し、防災・減災、国土強靭化の推進も盛り込んだ総合的な対策としています。本対策の裏付けとなる令和2年度第3次補正予算を、令和3年度当初予算と一体的に15か月予算として切れ目ない経済財政運営を行ってまいります。これらにより、緊急事態宣言による厳しい状況を乗り越え、 来年度の経済成長率は実質4.0%程度、名目4.4%程度、GDP は来年度中にはコロナ前の水準を回復することを見込んでおります。その実現に向けて、デフレ脱却、経済再生に全力で取り組んでまいります。また、経済再生なくして財政健全化なし、との基本方針のもと、民主主導の成長軌道に戻すことに万全を期すとともに、新経済・ 財政再生計画改革工程表の着実な実行や、データに基づく政策立案により、政策効果の高い歳出への転換を徹底し、財政健全化につなげてまいります。今回のコロナ危機は、大変厳しい試練ではありますが、その一方で、これまで困難と思われてきた課題への対応も、やればできるということが分かりました。就業者の3 23割以上東京23区では 6割近くがテレワークを経験し、地方への移住の、地方への、地方移住への関心も高まっています。内閣府の意識調査では、今では東京圏在住の3割が地方移住に関心を持ち、20代の若者に限定すれば、その割合は4割に上るとのけ結果となっています。これは長年の課題であった、東京一極集中是正に向けたチャンスでもあり、日域居住やスマートシティの実現、 ワーケーションをはじめとする新たな働き方など、未来に向けた目が出始めています。こうした動きを後戻りさせず、新たな日常を定着させ、さらに拡大してまいります。このことが感染防止と経済の生産性向上を両立させつつ、ウィズコロナ、ポストコロナ時代の新しい成長につながると考えます。そのためには、まずデジタル化の推進です。デジタルガーメントの確立に向けた取り組みを抜本的に加速し、 合わせて 5G のその後も見据えた通信網の高度化、交通・物流分野等におけるデジタル化など、デジタルニューディールを強力に推進し、デジタル化を通じた民間企業の経営革新を促してまいります。グリーン社会の実現に向けた取り組みも鍵となります。2050年、カーボンニュートラルの実現に向け、成長が期待される14の産業において、高い目標を設定し、 あらゆる政策を総動員する戦略として昨年末にグリーン成長戦略が策定されましたさらなる深掘りを進め今年の成長戦略に反映し民間の大胆な投資やイノベーションに向けた取り組みをグリーンニューディールで全力で後押ししてまいりますまた日本企業の組織の硬直性を打破することが急務です定期的にシリ,シリコンバレーを訪問してきていますがあるベンチャー企業からは 日本企業はたくさん視察に来るが、いつも50歳前後の男性ばかり、スーツ姿にネクタイだけ外して、毎回同じような質問ばかりして帰っていく、そしてその後、何の連絡もない、なぜ日本企業には外国人、女性、若者がいないのか、このように日本企業の多様性の低さについて、目が覚めるような指摘を受けました。今こそ多多様様なな人材の投与を促し多様な発想でで未来を切り開くべき時です切 コーポレートガバナンス改革を推し進め、外国人や若者、女性の活躍の機会を増やすことにより、企業の経営革新につなげ、ガーファのような世界を牽引する企業が日本からも創出されるような事業環境をつくってまいります。大企業からベンチャー企業まで、産学館、オープンイノベーションの推進に取り組みます。また、中堅中小企業に対しては、新たな分野への展開、業態転換等を支援するための 最大1億円の事業再構築補助金を創設し、前向きな取り組みを後押ししてまいります。そして何より重要なのは、人への投資であります。一人一人の人材、能力を引き出し、新たな時代に適応したイノベーションを生む人材の育成に取り組みます。子どもたちには少人数学級と ICT 活用を両輪とした個別最適な学びの実現。社会人にはキャリアアップ支援や リカレント教育の強化、テレワークや副業、兼業、フリーランス等の多様な働き方の環境整備を進め、多様な人材の能力、発想が存分に発揮されるよう、人への投資、まさにヒューマンニューディールを進めてまいります。成長戦略会議で取りまとめた実行計画において、ポストコロナ時代を見据えた主要改革の基本的方向性を具体化しました。今国会において、産業競争力強化法の改正など、 所要の法案を提出するとともに最終取りまとめに向けて成長戦略の検討をさらに進めてまいりますイノベーションの創出や地方創生のためには海外から高度な人材技術豊富な資金を呼び込むことが重要です対日直接投資の一層の促進に向け法人設立手続きのオンライン化英語化に加え高度人材の受け入れや新しい時代に向けたデジタル投資や 企業再編などを促進すべく税制改革を含めた事業環境の整備を進めてまいります本年春までに次期達成目標設定を含めた中長期戦略を取りまとめてまいりますまた世界で自国第一主義が広がる中 TPP11 協定等を通じた自由貿易の重要性が改めて認識されています本年の TPP 委員会の議長国として特にデジタルの実装サプライチェーンの強靭化 といった分野での議論をさらに深め協力を推進していきますその一環としてデジタル経済に関してウェブ上の国際的なセミナーを開催したいと思いますこのハイスタンダードでバランスの取れた21世紀型のルールを世界に広めていくため引き続き署名国による協定の早期締結を促すとともに tpp11 協定の着実な実施拡大に取り組んでまいりますその際加入に関心を示しているエコ,エコノミーが 協定の高いレベルを満たす用意ができているかどうかについてはしっかりと見極めてまいります医療や介護現場の方々生活に困っている方への支援に携わる方々など年末年始も休まず最前線に立ち続けている皆様に心より感謝申し上げます今回のコロナ危機はそれぞれの社会の脆弱なところを浮き彫りにしており我が国においても非正規雇用の方々や女性など 弱いいい立場ににある方々が大変厳しし状況に直面しています生活困窮者やひとり親夫妻への支援、再就職支援やトライアル雇用に対する賃金助成などを通じ、セーフティーネットを強化し、誰一人として取り残されない包摂的な社会の構築に取り組んでまいります。また、暮らしと雇用を守りつつ、一人一人の能力を最大限に引き出しながら、働きがいを持って仕事に取り組めるよう、働きながら、 さらなる能力向上に取り組める環境整備新たな分野への円滑な労働移動の支援などパッケージとして総合的に取り組みます就職氷河期世代の方々についてもお一人お一人寄り添いながらそれぞれの事情に応じたきめ細かな支援を行ってまいります成長と分配の好循環を実現するためには雇用の確保とともに最低賃金を含めた賃上げの流れを継続していくことが大切です 厳しい状況にある企業も多くあることは承知をしておりますが、政府として、中小企業をはじめとする生産性向上に向けた支援、雇用増や賃上げなど、所得拡大を促す税制措置を講ずるなど、賃上げのモメンタムを維持できる環境整備に全力で取り組んでまいります。少子高齢化が収束に進む中、少しでも多くの方に支えられる側から支える側にとして活躍していただけるよう、 現役世代の負担上昇を抑えながら、すべての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築し、次の世代に引き継いでいくことが我々の世代の責任です。昨年末閣議決定された全世代型社会保障改革の方針に沿って、少子化対策の抜本的強化と、高齢化・高齢者医療について、負担の仕組みの見直しに取り組むことで、改革をさらに前へ進めていきます。本通常国会では方針において示された 後期高齢者の自己負担割合のあり方等、必要な法案の提出を図るとされた項目について、法案を提出し、速やかにご審議いただけるよう万全を期してまいります。新型コロナウイルス感染症は、我が国が抱えてきた、我が国経済が抱えてきた、長年の課題を改めて浮き彫りにしました。感染拡大を全力で抑えながら、今こそこうした課題に正面から取り組むときです。デジタルグリーン ヒューマンこの3つのニューディールに全力で取り組み、民間の創意工夫、投資意欲を引き出すとともに、多様な人材の能力発,発想が花開く社会にしていきたい。コロナ禍の中、今大変厳しい状況にありますが、その中だからこそ、未来への扉を開いていこうではありませんか。3つのののニューーディールここそそがが未来扉扉を開きますそしてて人1人が扉の向向うに向けて 新たな一歩を踏み出すその勇気を全力で応援していきたいと思います本年2021年が我が国経済社会の大きな変革のラストチャンスとの気概を持って日本が新たなそして大きな一歩を踏み出す一年となるよう全力を尽くしてまいります国民の皆様議員各議のご理解とご協力をよろしくお願いいたします ただいまの演説に対する質疑は次回に譲りたいと存じますが、ご異議ございませんか、ご異議ないと認めます。